はい、どうも、うまかせでございます。早いものでもう11月。今年も残すところあと2ヶ月となりましたが、やってきました週末です。今週は宮古ステークスについて、調教を評価していきたいと思います。京都競馬場、ダート1800メートルの3歳以上オープン別定でございます。レース傾向でございますが、前走が1着、もしくは1着から 0.6 秒差以内の馬、馬券内率 30%。2点目が前走2番人気以内の馬、馬券内率 32%。3点目、年内の JRA オープンクラスで4着以内。そして4コーナー1が2番手以降の馬、好成績と。さらに近年は5歳以上の馬が比較的好成績でございます。最後に前走ダート1800メートル前後を走った馬が中心ということで、以上の条件を踏まえて馬券選びに生かしたいと思います。はい、宮古ステークス特別登録18頭おりましたが、ハピー並びにキリンジが出走回避ということで、16頭立てで今回行われます。それぞれの馬の馬名の先頭に調教評価 A、B、×とつけておりますので、必要な方は、ぜひ一時停止するなどしてご覧になってください。それではですね、まだ枠順発表前なので、想定上位人気順に一頭ずつ掘り下げてまいります。まずはセラフィックコール、連帯率 100%、調教は A 評価です。立冬のウッドコース2頭合わせです。内側を馬なりで先着しておりました。ラスト1ハロン 11.7 秒。一周前追い切りもウッドコースの2頭合わせで馬なり調教を実施しております。注目すべき点っていうのはね、特にないものの、好調オーラは馬かつ見て取れました。続いて、アスクドゥラメンテ、連帯率 100%、調教は A 評価です。立冬の販路コース2頭合わせです。馬なりで力強く先着しておりました。ラスト1ハロン 12.0 秒。1周前追い切りはウッドコースの2頭合わせで姉妹強く追って好反応でございましたよ。ラスト1ハロンは 11.1 と。キャリアが浅いことだけがまあまあ不安材料という感じでございます。続きまして、ウィリアム・バローズ、連帯率 73%、調教は A 評価です。立冬の販路コース、単走です。ピッチも早く軽快だったんですが、タイムは平凡ということで、ラスト1ハロン 12.3 秒。一周前のウッドコースも、調教タイムはまあまあ平凡でございました。前走のマーチステークスの追い切りより若干見劣りする印象は馬かつございました。はい、続いてワールドタキオン、連帯率 80%、調教は A 評価です。ミホのウッドコース2頭合わせです。内側を馬なりで走って平入と。1ハロンは 11.7 秒でした。一周前追い切りは鞭を使っていっぱいに追っていたが、まあ、反路調教を挟んで今週良化しているように思えます。続いて大勢ドレフォン、連帯率 62%、調教は A 評価です。立冬のウッドコース2頭合わせです。馬なりから姉妹仕掛けて先着しておりました。ラスト1ハロンは 11.8 秒。トップスピードは期待できないので、軸にするのはちょっと厳しい印象です。続いて、メイクアリープ。連帯率 80%。評価、A 評価でございます。
立冬のウッドコース単走です。馬なりで伸び伸び余裕残しでフィニッシュしておりましたね。ラスト1ハロン 11.9 秒はまあまあ良いんじゃなかろうか。前走の後は半路で軽めに調教をこなすも明確な勝負気配っていうのは今回、見られない調教でございました。続いてペプチドナイル連帯率 47%、 調教は B 評価です。立冬のウッドコース単走です。馬なりにしてもちょっと物足りない。ラスト1ハロン 12.4 秒、北海道開催で変わり身は期待できない印象でございました。続いてホールーレット連帯率 50%、 調教は A 評価です。立冬のウッドコース単走です。フォームは綺麗だが、まあまあ迫力は感じないといったところ。ラスト1ハロン 12.1 秒。一周前追い切りも同様の内容で、まあ良くも悪くもない印象でございます。続いてマリオロード。連帯率 25%、 調教は B 評価です。立冬の半路コース単走です。馬なりだったんですが、まあ出来はちょっと一枚落ちる印象でございます。ラスト1ハロン 12.8 秒、右に寄れる癖があるのか、鞍上がね手綱で方向修正したのはちょっと気にかかります。続いてアイオライト連帯率 36%、 調教は A 評価です。美穂の半路コース2頭合わせです。姉妹強く追って先着しておりました。ラスト1ハロンは 12.4 秒、一周前よりもタイムが向上しているのはまあ好材料だが、どうでしょう。続いてサンライズホープ連帯率 36%、 調教は B 評価です。立冬の半路コース単走です。馬なりでも最後まで一応ラップは縮めて完走しておりました。ラスト1ハロン 12.4 秒、一周前はウッドコースラスト1ハロンのラップが落ちていたんで、まあちょっとそんなに評価はできないかなといったところです。続いてブリッツファング連帯率 33%、 調教は A 評価です。立冬の半路コース単走です。池添ジョッキー鞍上で馬なりもまあまあ出来はよく見えない感じですね。ババの内側を走るのはまあまあ馬かつ減点対象なんですが、もしかしたらね、内ラチを意識した調教だった可能性もビレーゾーンというところでちょっと微妙です。続いて名勝カズサ連帯率 45%、 調教は B 評価です。立冬の半路コース単走と、強めに追うも反応いまいち。ラスト1ハロン 13.4 秒、まあまあ追っても走らない馬をどうやってレースで走らせろというのかという感じでございます。続いてゲンパチルシファー連帯率 29%、 調教は B 評価です。立冬の半路コース単走です。姉妹仕掛けるも反応いまいちでしたね。ラスト1ハロンは 12.8 秒、もう調教で良感を期待するのは難しいフェーズにね、バレーからも入ったんじゃなかろうかと思われます。続いてエナハツホ連帯率 31%、調教は抜点評価でございます。理由は映像なしということで、この馬火曜日に追い切りいたしました。立冬のウッドコースで2本追い切りしたんですね。タイムはラスト1ハロン 11.3 秒ですが、まあまあ映像がないんでちょっと判断はできません。最後アルーブルト連帯率 50%、
調教は B 評価でございます。立冬の販路コース、単走です。馬なりだったんですが、明らかに迫力不足な印象。ラスト1ハロンは 13.2 秒と。休養前の調教と見た目は変わらず、上積みなどは期待できない感じですね。ということで、以上前頭評価でございますが、一応ね、出走回避したハピー。連帯率は 44% と。そしてもう一頭キリンジ、連帯率は 29%。以上2頭がですね、調教じゃなくて出走を回避いたしました。今週はですね、土曜日、11月の4日、21時からですね、ニコ生で山ちゃんと一緒に、ミヤコステークス並びにアルゼンチン共和国杯を予想していこうと思いますので、もしもね、お暇な方は、詳細欄のリンクから飛んできていただいてね、一緒にあれやこれやと、検討していこうじゃありませんかと。ということで皆さん、今週も良い競馬を。